ストラスブールのグランデルは北フランスの都市、ストラスブールの一区域で、歴史的に中心市街が栄えた区域である。1988年にその名称でユネスコの世界遺産リストに登録され、日本ではストラスブールの旧市街と訳約されることもしばしばある。2017年には世界遺産登録範囲がノイシュタットまで拡大された。 アルザス地域圏の中心地であり、ドイツに隣接しているストラスブールは、フランス以外のヨーロッパ文化の影響が強く見られ、グランディルの街並みも、ラインラントの田園的な雰囲気とパリの雰囲気が融合した外見が特徴となっている。ストラスブールの市内には、イル川が流れている。イル川は、市内で大きく2つに分岐した後、市外へ出る前に、再び合流する。この結果、 市内には分岐した、イルガーに囲まれた、島状の区域が存在する。これが、グランディルである。ストラスブールの地図。中央が、グランディル・ノートルダム大聖堂ストラスブールの、ノートルダム大聖堂は、左岸の外壁を特徴とする高さ142メートルの大聖堂である。現存する大聖堂は1176年から1439年に、 建造されたゴシック建築の傑作だが、建造当初のロマネスク様式も一部に残っている。建造当時はフランスで最も高い大聖堂だったが、後にルーアン大聖堂に追い抜かれた。ルーブルノートルダム博物館、ルーブルノートルダム博物館には、キリスト教関係のステンドグラスとして、現存最古のビッサンブールのキリストが保管されている。これは、キリストの頭部を描いたものである。 ロアングル・ロアングルは1732年にカストン・アルマン・マキシミリアンド・ロアン・スー・ビーズ・スー・キ教が造営した宮殿。宮廷建築家のロベール・ド・コットによって設計されたパリ風の宮殿であり、その後のストラスブールの建築物に強い影響を与えた。現在は内部に考古学博物館、美術館、陶器などを集めた装飾美術館の3つのミュージアムを抱えている。 科薬局鹿薬局は1589年に建てられたルネサンス様式の建物で、フランスでは最古の部類に属する薬局だが、現在では営業は行われていない。カメルゼルテイ・カメルゼルテイは大聖堂広場の角2589年に建てられた4階建てのルネサンス様式の建物。 突面ガラスの窓と彫像や装飾が施されたハーフティンバー様式の外壁が特徴となっている。プティット・フランスはストラスブールの古い街並みが最もよく保存されている地区。美しく飾られたハーフティンバー様式の家屋が立ち並び、イル川が細かく分岐して入り組んでいる。付近には宗教改革者であるマルチン・ブツァーが説教を行ったサントーマ制度がある。 ジャンイコールバチストクレベールの像が立つ広場。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。